皆さん、こんにちは。いつも東方ビーズチャンネルをご覧くださいまして、ありがとうございます。東方ビーズの山中です。今日はですね、東方ビーズが取り組む SDGs ということで、ちょっとお時間いただいてお話をしたいと思います。皆さん、SDGs ってご存知ですか結構最近ね、テレビとか、えーえー ネットとかいろんなところでね、えー、この SDGs という言葉、耳にすることが多いんじゃないかなと思うんですが、この SDGs、Sustainable Development Goals の略だということです。2015年に国連の本部でですね、持続可能な開発サミットというのが行われて、その際に掲げられた目標です。まあ、地球が 人類がですね、繁栄していくために持続可能な社会にしていこうと、そのためには17の目標と169のターゲットというのを掲げて、ですねこれらの課題を解決していくことで、えー、人類がですね地球上で、えー、みんなが幸せに平和にねあの生活できる地球を作っていこうというふうに掲げられたのが、この SDGs だというふうに聞いています。 我々のの会社のです、ねえー、経営理念です、ね、が,あります、えー、我々が東方ビーズが社会に対して果たすべき使命ということで世界中のお客様に喜びと楽しみを提供する企業であるというのが我々が、えー、掲げている使命です、えー、それを実現するためには東方ビーズの可能性を広げるということをやっていくことが我々がやるべきことだということで えー、掲げていますが、えー、まずは、えー、我々が我々のお東方ビルの可能性を広げるということを、えー、実践している一つの例をご紹介したいなと思います、えーまあ、失われた、えー、里山の保水力というふうに、ね、こちらに書いてありますが、えー、2014年と2018年に、ねうんえー、西日本豪雨という大きな災害が、えー、広島県、広島 県内で、ねえー、起こりました、えーまあ、我々、えーまあ、広島市内に本社と、えー、工場を、えー、持ってそこで、えー、生産と営業活動してるんですけども、えー、我々が暮らす地域も、えー、かなり大きな、えー、あかなりたくさんの、ね、雨が降ってですねこ何事かと思うような雨が降っちゃいましたね。 我々の工場、広島工場がある大林という地域がです、ねえー、広島市の一番北部にありまして、3、え、歩、ーまあ、が山に囲まれているところです。えーまあそ,のえー、その分です、ねえー、とても自然が豊かで、自然環境豊かで,です、ね、自然の恵みを持って、我々のビーズって作られているんですが、えー、その地域も、ね、あの土砂災害で大きな被害を受けました。 で大林地域大林地区の,、ね、の自治会の皆さんがですね、えー、その災害の復興、復活でさらに地域の、えー、地域の環境をな、ね、んとか、えー、取り戻したいという活動をされていました、まあ、大きな災害になったんですけども大きな災害になった原因がですね、えー、山に、えー、山,の山の手入れができてないということがね大きな。 課題になったということでその間伐材が問題だといいううふうに言われていますこの写真のようにですね、これ、うちの工場から、ちょっとあの5分ぐらい歩いたところから見た景色なんですけど、本当、こんなだんだんまた開けてですね、両サイドが山で、えー、まだこういう感じで水田とか残っているような地域ですね。で、これ、大雨が降った時の写真なんですが、山の中にですね、 ええ、間伐材と、いや、まあ、山を、ええー、山をこう保つため、きれいに、きれいにというかですね、自然な感じでた、ええー、保つためにはですね、ええー、間伐要は、ええー、たくさん木が生えすぎるとですね、ええー、木が育たなくなって、根が腐って、ええー、山がどんどん荒廃していくっていうことでですね、ええー、山を、あの木をですね、ちょっとずつ間伐していかないといけないんですね。ええー、間伐した、ええー、木とかですね、まあ、倒木、まあ、それ。 干ば、えー、しなかったらすると、えー日が当た、日が当たらない木とかが倒れてしまって、倒木してですね、そ,のそういった木がですね山の中腹だったり、その斜面にそのまま置きっぱなしになっていることがたくさんあるらしいです。まあ、そういった木がですね、えー、土砂とともにいっぺんに、えーそのえー、川、谷を通じてね、上から落ちてきたというのが。 えー、土砂災害、まあ、土砂だけではなくそういう木がですね家々、えー、にさ、えー、刺さったりですね当たったりして、えー、全壊・半壊っていうようなあ被害をもたらすということになってまして、まあ、この、えー、ここにあるようなこの木をですな、ね、んとか、えー、片付けていかないといけない、まあ、こういう木々が山が荒れてることが、えー、そもそもこの、えー 大きな災害が生まれる原因なんだということを地域の皆さん、まあ、人々に知っていただきたいという活動をされております。えーまあ、こういう感じでですね、えーまあ、地域の皆さんにその山地元の山が荒れてるんだよってことをなかなかね普段生活していることわからないので自治会の皆さんがそういった啓蒙活動をされるときにですね場所として、まあ、イベントをねやりたいということで我々の工場の ス、えー、スペースをお貸しして、えー、やったりですね、まあ、我々本当に地域の皆さん地域の何かのお役立ちができないかと、まあ、そもそももう71年広島の青地でビーズを作り続けてますが、えーまあ、地域の皆さんと共に我々、えー、ビーズを作らせていただいているというふうに思ってます、まあ、地域が地域が、えー、幸せであること地域が、えー、持続可能であるような、えー、何か我々が我々ができること 東方ビーズができる可能性をそこで生かしていきたいなということで今 SDGs のバッジですねこれをビーズワークをしてビーズワークの製品を作って皆さんに提供を提案しているというようなことをやっています SDGs 先ほど17の目標とありましたがこの8番と11番ですね 働きがいの地域の働く場所だったりですね、えー、地,地方の文化や産品を広めて、えー、地域を、えー、とにかく盛り上げないといけないと、あとさらに住み続けられるまちづくりということで、えーまあ、災害があって、えー、人々がそこに住みづらい場所になったら困りますので、えー、それを実現するために何かできることないかということで、われわれはこのような SDGs のバッジョ ブローチを作ってでですすね提案したとということですビーズってあのいろんな色があるので,ですね17色ぐらいお手のものだということでそもそも地域の皆さん、えー、そういったこ活動されてること自体がですね、まあ、本当 SDGs な活動なん,じゃな,いなんじゃないですかと、まあ、それを象徴的に、えー、表現できるものって SDGs のバッジなんじゃないですかということで我々ができることとして、えー、SDGs のバッジを作って売ると。 いう,ようなことを、えー、今やらせていただいています。はいあ次ね、えーまあ、気候変動も緑の豊かさも,もう結構4つも、えー、テーマがありますね、はい。あとはパートナーシップ、えー。我々だけじゃなくて地域の皆さんと一緒に、えーまあ、パートナーシップを結んで、ですね、えー、地域を盛り上げていこうというような活動がをしているというのがあ、えー、ります、えー。続いて、えー 今、イン・オア・ユーというブランド、こちらを、えー、立ち上げて、えー、アクセサリーブランドとしてですね、えー、皆さんに知っていただこうというような活動をやっています。イン・オア・ユー世界が幸せでありますように、広島と長崎から祈るというテーマでですね、えー、アクセサリーブランドを今展開しています。我々とですね、長崎にあるアストルテというね、えー ブランドさん、アストレテさんとの共同ブランドということになっています。平和と公平がすべての人に届くよという、えー、メッセージをブランド名に込めてますということで、えー、イン・ゴア・ユーというのは祈るという意味合いですね。広島と長崎というのは、えー、ご,ご存知の通り、えー、共に、えー、原爆を落とされ、えー、原爆を受けて、ですねそこから、えー、復興した町でという共通点があります。 そもそもアストルテさんってどう,いう場所などういうことをされている事業所なのかというのをご説明したいと思いますが一般社団法人スタンドファームさんというところが運営されています。ものづくりを通して生き方と働き方働き方と生き方を広げる場所として障害者の皆さんがですねの就労支援事業所として活動されているのが。 スタントファームさんであり、アストレ,スアストレテさんです。えーまあ、ビーズを通じて障害をなくすというふうにテーマとして掲げられていますが、えーまあ、企業と福祉の協業が障害という障害をですねなくして、なくした先進的な事例にしていこうというような活動に賛同して、一緒に。 じゃあ共同ししててブランドををやっいいここううということを今活動私たまは、まあ、我々ができることということで、まあ、ビーズワークって基本的には手が、まあ、要は技術だけで、まあ、機械設備とか機械とかが特にいらないので,です、ね、腕一本で,です、ね、どんな形にもできますしどんな価値にもできるというのがビーズワークの素晴らしいところじゃないかなと思っています。 そういう意味では、障害者の皆さんにもですね、ビーズワーク、ビーズでものを作るというところでですね、価値を高めていってもらうということをやっていただいて、我々ができることとして、ビーズを供給すること、さらにビーズを販売する場所を提供すること、そういったことでお,手お役立ちができないかということで、取り組みをしてさせていただいています。うんえー まあそういう意味では、SDGs のえー17の目標のうちの8番の働きがいも経済成長もということでえ掲げてあるテーマ、さらにはえ人や国のえ不平等さをなくそうというテーマにも、ーーこ,こういう課題にも解決できるえ事案じゃないかなというふうに思っています。さらに、パートナーシップで目標を達成しようと。 ということで我々とアストレスアストロテさんでねパートナーシップを持って社会的課題を解決するブランドになっていこうというような取り組みを今しているところですはい続きましてリ・グラスビーズプロジェクトという活動をしています廃棄されるガラスボトルをグラスビーズに再生させたリ・リグラスビーズ地球環境の 地球規模の環境問題の解決は容易ではありません。しかし、ビーズの輝きと美しさは人々の心を癒し、生きる力を与えてくれます。えー、我々のリグラスビーズの小さな一歩が私たちが抱える、えー、環境問題の解決の本当に一助になればという思いを込めて我々はチャレンジしていますということで、えー、活動しています。えー、まさに、えー、ガラスボトル グラスということでガラスボトルカレットをアップサイクルするというプロジェクトですね。日本は結構分別回収もそうですし、さらに居酒屋さんとかですね、そういう専門店さんで使われるビール瓶とかですね、一升瓶、あの辺、空いた瓶っていうのはですね、実はまた酒屋さんの豚屋さんとかがしっかり回収してですね、今度は洗って、もう一回リユースされる。 いうような活動,活動というかね、そういうあの、えー、サイクルが、ね、結構確立しています。で、日本の、まあえー、我々の廃棄の、えー、物の回収もね、えー、各地域地域で若干異なる、えー、違う違いはあるかも分からないですけども、えー、リサイクルのリサイクル品の回収というのは結構しっかりやっているというのが日本だと思いますね。えー、でガラスボトル ガ,サガラスボトルっていうのは基本ってガラスっていうのは結構、まあ、溶かせばまたガラスに戻るという、ね、特性、結構その何回も洗えばきれいになるっていう特性も、えー、あるんですが、さらに溶か,す溶かしていけばまたガラスに戻るっていう特性があるので、まあ、ガラスの特性をやっぱり皆さんに知っていただいて、えーまあ、リサイクル、リユースとかリサイクルっていうところに意識を高めていただこうという活動にならないかなと思って、我々は取り組みをしております。 えーまあ、グリーンは結構ねあの、グリーンのボトルは、まあ、日本酒とか,、えー何がかな水、お水とかあるんですかね、ハ、えーまあ、ートランドとかのあのビールなんかもあ確かあのグリーンだったような気がするんですが、えー、グリーンのボトルからはこんな感じで、えー、色がのカラーが出ます、えーまあ。透明なガラス瓶っていうのはね結構あると思うんですが、透明なガラス瓶からは、 えー、こんな感じでわれわれ、ビーズカいましています。ブラウンは、これは主にビール瓶だと思うんですが、遮、ま、光、あ、というかね、あのー、光を通しにくいラーなんで、えーまあ、主にビール瓶だと思うんですビール瓶のあカラーはこんな感じになりますね。ブルーはこんな感じですね。結構きれいな感じになりました。あと、ブラックですね。えー、これワイン ワインボトルとかはちょっと黒っぽい、まあ、これ実質はあの真っ黒にならないので、ちょっとこんなね深緑的な感じになるんですが、この辺なんか特にね我々の普段だん作ってるビーズの色では、ちょっとなかなか表現できないような色になってるんじゃないかなと思います。えー、ごめんなさい。まあ、そういう意味でえっとまあリサイクルとかリユースされているようガラスですので、ロットによって色が変わったりですね変化したりする。まあ、こういった あの我々もともと原料は、えー、砂かガラスっていうのは砂なんですけども、えー、再現性っていうのは大きなテーマとして、えー、一番、まあ、一番が変わることはあんまり,んまりないですけど一番という品番だったら次買った時もきっちり一番だというのはもう、えー、常識我々のおーメーカーとしての常識ではあったんですが今回はこのリ,、えー、リサイクルガラスを使うことで、えーまあ、まあ再現性っていうのはまあ置いとこうと。 それよりもリサイクル、リユースされたガラスから作るということで、まあ、最初買った色とまた次買ったときに若干違った風合いが楽しめるというところも、リグラスビーズの面白いところなんじゃないかなというふうに考えて、これから暇プロモーションを頑張っていこうというふうなことを考えています。で、これ、去年、このリグラスビーズのプロジェクトを立ち上げたんですが、まあ、経済産業省のジャパンブランド育成支援事業と。 新商量へ、ね、挑戦とということで,ですね、えーまあ、日本の技術だったり日本の中小企業の技術を世界に、えー、PR するということで、えー、経済産業省も、えー、いろいろフォローしていただいています。今回、その育成支援事業にも選んでいただいてですね我々の技術というもので何か社会課題の解決にならないかということで、えー、今、取り組みをしているところです。えー、こののリグラスビーズプロジェクトの、えー 課題解決はですねこの12番の作る責任、使う責任という課題を解決すること、あとはパートナーシップで目標を達成しようと。我々だったり、物、えーまあえー、をリサイクルされ、えー、回収する、うん、業者さんで、まあ、ガラスボトルをリユースされている業者、メーカーさんですね、えー。そこでも使い切れなかったガラスボトルを我々が最終的にはビーズ化してですねアップサイクルして。 今まで、もともとの価値よりもさらに価値を高めて、世の中に排出していくと、みんなが協力して、リグラフィーズというのはできているというのが大きな特徴になるんじゃないかなと思っています。大きく3つのテーマについてですね、我々が行っている SDGs ということでお話ししましたが、我々は先ほど、一番最初にお話しましたが、 世界中のお客様に喜びと楽しみを提供するのが我々のミッションであるというふうな経営理念を持っています。でさらに、えー、その、えー、喜びと楽しみを提供するためには我々が持っている技術だったり、えー、要はパートナーですね、いろんなあのお客様含めて皆さんとのパートナーシップを、えー、持ってですね、我々の技術だったりパートナーシップを、えー、掛け合わせることで東方ビーズの、えー、可能性を広げていくと。 いうことで世界中のお客様に喜びと楽しみを提供できるんじゃないかなというふうに思っています、えー、ですね。はい。なので我々はそういう経営理念のもとに日々活動しています。えまさに東方ビーズはですね、グラスビーズのリーディングメーカーとして自社が持っている高度なガラス素材の加工技術や私たちが持つ経営資源ですね。 この経営資源というのは我々ができることもそうですしお客様も、えー、まあ仕入れ作さんもお客様もユーザーさん本当に皆さんこれが経営資源だというふうに僕らは思ってます、えー、まあこういったものを活用してですね、東方ビーズの可能性を広げていくと、えー、東方ビーズの技術を磨き,磨きながら、えー、我々が持つポテンシャルで社会課題と向き合ってですね グラスビーズの力で喜びと楽しみのあふれる社会、持続可能な循環型社会を創造し,していきたいなというふうに、えー、思っています、えー。そういう意味では、えー、我々、えー、常にですね、えー、皆さんとともにあるというふうに考えてますので、えー、これからのまた我々の活動、ぜひね、あのフォローしていただいてですね、我々とともに、えー、持続可能な地球環境、えーうん の本当に小さな一歩が分からないですけれども、小さな力の積み重ねがえ地球環境のえ保持とえ持続可能な社会の,の創造につながると思いますので、ぜひとも皆さん、ご協力いただけたらなというふうに思います。それでは以上でお話し終わりたいと思います。 Thank you